サミュエル・アダムズは、アメリカ合衆国の指導者、政治家、著作家、政治哲学者であり、アメリカ合衆国建国の父の一人である。アダムズは、イギリスに対する反抗に植民知人の支持を集める、時の首相者であり、アメリカ独立につなげた。また、アメリカ共和政治の原則を形作る者の,の一人となり、アメリカ政治文化を育てた。アダムズは、 マサチューセッツのボストンに生まれ、宗教的にも、政治的にも、活動的な家庭で育った。ボストンラテン学校とハーバード大学を卒業すると、アダムズは実業家としての道を歩み始めたが、興味が持てなかったので政治の分野に転じ、大変影響力のある政治評論家及び理論家となった。アダムズは、イギリスの植民地支配に反対する論客の一人となって、 当格を表し、植民地は、イギリスの支配から脱して、独自の政府を持つべきだという論人を張った。アダムズは、植民地人がその権利と自由を守ることを要求し、町の集会を開催して、1765年の飲酒法のようなイギリス政府の植民地に対する課税政策について、抗議文書の草案を書き上げた。アダムズはイギリスに対する抗議行動、 例えば1773年のボストン茶会事件を組織化し大陸会議に出席した。アダムズは第二次大陸会議で独立宣言の採択を主導した。1775年にアメリカ独立戦争が始まり、1776年に独立を宣言すると、アダムズはジェームズ・ボーディンやまたいとこのジョン・アダムズと共に、 マサチューセッツ憲法の作成を助けた。その後、連合規約の原案作成を支援した。独立戦争が終わると、第1回アメリカ合衆国会員選挙に打って出たが、落選した。1789年にマサチューセッツ州副知事となり、1793年にジョン・ハンコックが死去すると知事になった。1794年1月の知事選でも選ばれ、 1797年6月まで、その地位にあった。その後アダムズは政界を引退し、6年後1803年10月2日に死去した。アダムズは1722年9月16日に、メアリー・ファイフィールドとサミュエル・アダムズ夫妻の10番目の子供として生まれた。アダムズの兄弟は、短命で3歳まで生きたのはアダムズが2人目だった。母メアリーは、 実業家リチャード・ファイフィールドの一人娘であり、父のサミュエルは、教会の女才で、二人は9年前に結婚しボストンの、パーチェイス通りに建てて間もない家に入った。アダムズの両親は経験な、新教徒であり、オールドサウス・コングリゲーション教会との結びつきが強く、1715年に、教会堂を建てる時も協力した。アダムズの幼年時代は、 母親と姉のメアリーの影響を強く受けた。二人とも信仰が深かった。アダムズの父親がおそらく少年のアダムズに強い影響を与えて育てた。ボストンでも影響力の大きな人であり、街の多くの事柄で重要な役割を演じていた。植民地議会の一員であり、多くの政治的組織や会合にも顔を出していた。アダムズ女裁は政治に関して、 議論好きであり、イギリス政府の植民地政策に対する行動的な姿勢を取った。アダムズは権威があり、伝統があり、ハーバード大学との結びつきが強いことで知られるボストンラテン学校に入った。アダムズは勉強好きであり、ギリシャ文学やラテン文学に深い興味を示した。このことは後の彼の著述にも役立った。宗教的なしつけの結果として、アダムズは 教会の活動と教区民に与える影響について特別の興味を抱いた。アダムズは自分でも語る言葉で影響を与えたいと思い将来は牧師になろうと考え始めた。1736年、アダムズが14歳の時ハーバード大学に入り進学を学び始めた。ハーバードでのアダムズは次第に政治と政治学に興味を移し始めた。 1740年に学位を取得した後も大学院で研究を続けた。アダムズは植民地人の権利とイギリスのアメリカ支配について政治的心情を形成していった。この時期にアダムズはジョン・ロックの著書、統治に論に特に影響を受けた。そこではイギリスの1688年名誉革命で ジェームズ2世を排除し、オランジュコーはウィン・イリアムを大いにつけたことを正当化していた。ロックの著書によれば、人間は生まれながらにして、生き、健康であり、自由であり、所有する自然権を持っているとしていた。政府は人民の権利を守る義務があった。ロック他の政治学理論に魅了されたアダムズは、終始論文で国家が保護してくれないとすれば、 執行官に対する犯行は法にかなっているや否やと書いた。アダムズがハーバードで修士号を取ると母親は聖職者になることを希望し父親は法律を学ぶよう希望していた。アダムズは教会の牧師チェクリーの娘エリザベスチェクリーと交際を始めていた。アダムズの母親はこの交際を認めていた。アダムズは将来の職業を決めかねていたが 父親の助言で商業実務の世界に入った。父親のアダムズ女裁は自分の息子に後を継がせる代わりにトマス・クッシングの会計事務所を息子に紹介した。アダムズは実業の世界に特に興味を抱かず同僚が抱いているような実業に対する信念を示せなかった。実業はアダムズの向いている方向にはないと予感したクッシングはアダムズに 実業家を育てようと考えているのであって、政治家を育てるつもりはないと言って、首にした。その後、アダムズの父親がアダムズに1000ポンドを与えて、自分で事業をやってみろと言った。アダムズはすぐに金に困っていた友人に、その半分を貸したが、返してはもらえなかった。アダムズは、残りの金を散財してしまった。アダムズの父親は、 パーチェース通りでやっていた家業の醸造所にアダムズを雇った。アダムズはボストンの通りで爆画を運ぶ姿を見られて爆画職人のサムと呼ばれることがあった。この時にアダムズは初めて選挙に出て1746年にボストン市場の事務官の一人に選ばれた。アダムズはマサチューセッツ州議会の未来の議員二人のために働くことになった。 1748年1月、アダムズは、父親の了解を得て、数人の友人と習慣の公的論評誌ザ・パブリック・アドバタイザーを創刊した。新聞の内容はもっぱらホイッグの立場に立った社説や、論評を掲載した。紙面の表紙は、木版画で、フランス人の腕に、紐で結ばれた鳥をブリタニアが話している上が描かれた。紙面には、 人類の権利と自由について論評しそれらを守るものならば何にでも解放すると書かれていた。この出版によってアダムズはイギリス議会への反対意見とイギリス議会がアメリカ植民地人の権利を制限することにおいてその限界を超えているという信念を解き始めた。その紙面に載せた文章では先導は人々の不安定な感情から起こっているとし、 それは弱く、熱を帯びており、病気なのだ。荒々しく不自然な、活力なのだ。それ自体長続きはせず、しばしば不幸な患者を殺してしまうと書いた。アダムズは、市民は、高い地位にある人に対する尊敬の念や指導者に、対する称賛を追い求めようとはすべきでないと述べ、これは、多くの人を、依存や、服従の状態に追い込んでしまうとも述べた。 アダムズは続けて、人々は規約を信じるべきであり、命令する指導者を信ずべきではない。それゆえに、誰でも規約に反する政府の考えを注入しようとしたり、あるいはいかなる程度においても、規約を超越したり弱めようという手段に目くばせするようなものは、忠義のあるものではないとした。アダムズは、1691年のマサチューセッツ検証が、 イギリスの憲法が容認しているよりも、はるかに多くの自由を社会が満喫できるように、定めているという信念について強い確信を示した。アダムズは、我々の価値ある検証は、すべてのイギリス人の自由を保証している。それ以上に、そこに住む、通常の人々が持っていない不可的な特権をも、我々は持っていると述べている。 この検証を手引きとして、アダムズとその仲間は、時の知事ウィリアム・シャーリーの罷免を要求した。彼らは、マサチューセッツ知事はこれまでしてきたような権力を持つべきではない。なぜなら、イギリス国王ですら、そのような権力は持っていないと主張した。アダムズは、イギリス国王が貴族院議員と呼ばれる、上院議員を否定も止めることもできないのであれば、植民地の知事は、 植民地に、そのような影響を及ぼしてはならないと述べた。アダムズは、新しい自由はアメリカに渡った、信教と巡礼者から生まれた成果だと記した。アダムズは、人々が、自身の幸福について知っており、それを改良するやり方がわかっているならば、自分たちの生態において、また享受する自由において、言葉に出せないぐらい幸福であるべきだと宣言した。 アダムズはその政治評論の中で古代ローマや古代ギリシャに関する知識を使いニューイングランドがその新京都の価値を捨ててしまえば起こるであろうとものの例としてローマ帝国の衰退を挙げているローマ帝国の絶頂期が新京都のニューイングランド入植の日に重なるとしたこの政治的啓蒙の時代にアダムズは個人的な悲劇に見舞われた 1748年3月にアダムズの父親が死亡した。原因は不明である。ポストンインデペンデンスアドバタイザー氏にその死亡記事が載った。アダムズは家業の醸造所を継いだだけでなく、父親の農園についても結婚したばかりの姉メアリーと町の市場の事務員をしていた弟のジョセフとで3分の1ずつを相続した。アダムズの父親は 数年前に彼に貸し与えた千ポンドも私の死後は息子に与えた夫妻から彼を放免するのが私の意思だと言って帳消しにした。アダムズは残っている息子としては年長であったのでパーチェース通りの醸造所を含め父親の事業をやりくりしていく責任を持たされた。数年間の交際期間を経てアダムズは エリザベス・チェクリーに求婚し、1749年10月17日に、チェクリー牧師の家で結婚式を挙げた。翌年の9月に長子が生まれ、サミュエルと名付けたが、わずか18日で死んでしまった。1751年10月16日に再度、息子が生まれ、この時もサミュエルと名付けた。今度の子は健康に問題はなかった。 丸2年後にもう一人の息子ジョセフが生まれたが、生まれた次の日に死んだ。さらにその1年後、初めての女の子メアリーが生まれた。しかし、メアリーは3ヶ月と9日しか生きられなかった。18ヶ月後に次の娘ハンナが生まれ健康に育った。1757年7月、エリーザベスは死産し、病気になった。 エリザベスは1757年7月25日、32歳で亡くなった。この時期に、アダムズは、父の遺産の管理に失敗し、債権者が彼の家を差し押さえようとするまでに、してしまった。1760年、アダムズは破産し、土地の徴税係をやって、生活の糧を稼ごうとした。しかし、その数年後、負債は8000ポンドにもなった。 アダムズは自身を貧乏を誇りとし、自分自身を金を軽蔑四国のために捧げた古代ローマ人の一人になぞらえた。1761年、妻の死から4年経ってアダムズはエリザベスウェルと出会った。ウェルは家族付き合いをしている友人の娘であり、アダムズとは18歳も年が離れていたが、それでも交際を始めた。1761年までにアダムズは、 ボストン町民会議の積極的な一員となっていた。間もなく、アダムズはホイッピングポストクラブとボストン南演幹部会議にも参加した。この組織は選挙で選ぶリーンの候補者を推薦する力があった。アダムズはまず植民地課税に対する運動で中心人物となった。インドのような突然の領地拡大や、 フレンチ・インディアン戦争の戦費で増大した負債の支払いのために、イギリスは植民地を歳入の拡大源と見ていた。1764年4月5日、イギリスの第一、大倉卿、ジョージ・グレンビルは、議会で佐藤法を通過させた。当初は、ボストンをはじめ、植民地からは表だった抗議がなかった。税金はすでに商品価格に盛り込まれており、 税の高に関する関心の欠如に導くことになった。しかし、アダムズは、佐藤法自体と彼が、イギリスの不当な行動として認識しているものに、対して民衆が声を上げないことに愕然とさせられた。アダムズは、マサチューセッツ議会のボストン選出大議員である、ジェームズ・オーティスト・オクセン・ブリッジ・サッチャーの二人と、会見した。アダムズは、佐藤法が、 植民地人の権利を侵害しており、この動きが植民地の同意なしに行われるべきではないことを二人に分からせようとした。アダムズは抵抗もなしにいることが、さらに課税を強化し、さらに役人が増え、植民地議会を無用のものにすると信じていた。アダムズは町民会議で彼の意見の支持者を増やし続けた。最終的にボストン市民の多くの支持を得て、 マサチューセッツ議会で税に抗議するために4人からなるボストン大議員に渡す指示書を整えるよう指名された。アダムズは指示書の中で議会はなぜこの法律がイギリス自体にとっても有害となるか十分な理由を見つけるべきこととした。アダムズはこの税金がアメリカ植民知人の自由を直接攻撃していると示唆した。アダムズが書いた 指示書はイギリス議会が植民地に課税する権利に疑問を投げかける最初の公的文書となった。この文書はイギリスに対してアメリカ植民地の団結を呼びかける最初のものともなった。ジェームズ・オーティスや彼の側近とともにアダムズの指示書は新聞やパンフレットの形で出版された。オーティスは アダムズの支持書を議会で公表し1764年7月14日に議会承認を得た。議会はイギリスの行動を議論する公式会議の提案も言ったが、マサチューセッツ総督フランシス・バーナードによって議会が閉鎖された。バーナードはマサチューセッツ憲章で認められている権限を使って議会を閉鎖し、佐藤法に対する抗議を防止できると期待していた。 バーナードのこの行動にもかかわらず、アダムズの指示書は植民地中に広まり、植民地課税に対する戦いの基本となっていった。ボストンではアダムズが土地の商人を説得して輸入されたイギリス製品のボイコットをさせていた。12月6日、3年間の交際を経て、アダムズはエリザベスウェルと結婚した。1年後に新しい税法、印紙法が提案された。 この法は書籍を除く政府文書や他の印刷された文書に政府の印紙を貼ることを要求するものだった。この印紙法の知らせが植民地に届いた時避難の嵐が起こった。アダムズはイギリスの植民地に対する課税政策に抗議しアメリカ植民地人のかけがえのない権利と自由の防衛意識を公用する文書の作成にかかった。アダムズは再び オーティスの元に出かけた。二人は他の植民地代議員と協力してこの法律を議論する因子法会議を作った。フランシス・バーナードが1765年5月に議会を再開すると、オーティスは因子法会議を手段にして、イギリスに対する植民地の結束を訴える議案を提出した。マサチューセッツ議会がこれを承認し、因子法会議への招待状が、 各植民地会議議長に発送された。当初その正体には、ニュージャージーやニューハンプシャー議会から事態の返事が届いた。しかし、サウスカロライナが法の審議のためにマサチューセッツに加わることを決めると、他の旧植民地が続いた。会議は10月に開催された。因子法会議では、多くの決議が行われ、イギリス国王ジョージ3世と議会に対して正願を。 書き上げた一方、11月に効力を発揮することになる因子法に対し植民地で多くの抗議行動が起こっていた。ボストンを中心としたデモ行動がバーナード総督の注意を引いた。抗議が激しくなることを予測したバーナードは飲酒法がマサチューセッツには適用されるべきでないと述べた。 オクセンブリッジサッチャーが死ぬと、アダムズはその決意を補う選挙に打って出た。最初の投票は接戦であったために無効となり、2回目の投票でアダムズは265対18の大差で選ばれた。アダムズはボストン町民集会でもマサチューセッツ議会でも尊敬される指導者となった。アダムズの決議文は植民地に対するイギリス議会の権威について公然と、 反論するものであった。アダムズは議会に出て、その決議文の承認を求めた。議会は、アダムズの声明を決議し、マサチューセッツ決議として知られるものになった。この頃の多くの政治活動の結果、トマス・ハッチンソンのようなイギリスよりの指導者たちは、アダムズが、マサチューセッツ議会を牛耳っていると感じ始めた。マサチューセッツ決議に対するイギリスの反応は、 前向きのものとはとても言えず、決議を、一組の野ひな熱血感のたわごととして無視する、ものであった。予想通り、飲酒法は1766年11月1日より、発行となった。アダムズが予想していたように、ボストン中に、抗議の声が上がり、イギリスの商人たちは、飲酒法の撤廃を求め始めた。アダムズは、イギリスの人々にも、彼の支持を求めた。 アダムズは税金が植民地経済に害となり将来多くのボイコットが公益関係を損なうと主張したついにイギリスの商人たちがジョージ3世とイギリス議会を説得してこの税法を撤廃に追い込んだ1766年5月16日撤廃の知らせがボストンに届いた街中がお祭りとなりアダムズはイギリス商人たちの努力に 感謝の声明を発した。同じ月のマサチューセッツ議会議員選挙で、アダムズとオーティス及びトマス・クッシングが再選され、ジョン・ハンコックが新たに選ばれた。2年後、アダムズはマサチューセッツ議会の公式声明となることを目指した随筆を書いた。この随筆では、植民地の力、自由、地方自治、立法府の一時停止などを論述した。 議会はその随筆を慎重に吟味し、修正を加えた。多くの審議の後の1768年1月12日、議会はその声明を承認し、国王と内閣に送付された。アダムズはこの時、アメリカの方針を表す会場を書いて、各植民地の承認を求めようと決めた。1月21日、アダムズは議会の指示を求めたが、 議員の間に不安になるものが増えており、結局その計画を投票で廃案とした。アダムズは仲間の大議員を回って会場に対する指示を求めた。2月4日に行われた投票では圧倒的多数で可決された。植民地の会場に対する反応は前向きであり、その結果マサチューセッツ西岸と共にロンドンでトマスホリースによって出版された。 ホリスはアメリカを応援するイギリスの出版業者であり、アメリカの本当の感情の代でこれらを世に出した。この出版はアメリカでも、イギリスでも多くの読者に衝撃を与えた。イギリスは、これが、反逆行動であると感じ、陸軍と艦隊を送れという叫びになった。1768年5月イギリスは、ボストンに軍隊を派遣した。アダムズが繰り返し唱えた人民の、 固有で不可分の権利は、共和主義の中核となる要素になった。アダムズは1774年まで、議会の事務官としての活動を続け、その中で様々なイギリス政府の立法に対する、抗議文書を作る責任を任された。イギリス軍のボストン駐在は、アダムズの組織した、非輸入協会のような抗議行動で悪化し、1770年の、 ボストン虐殺事件につながった。この事件の後、アダムズは、町民集会で議長を務めて請願書を起訴し、総督代行のトマス・ハッチンソンに提出して、ボストンからニ個連隊を排除するよう要求した。ハッチンソンははじめ、臨時の総督という立場にあることで、この問題には何の責任もないと表明したが、後にニ個連隊は動かすという意思を表明した。 集会が再召集され、アダムズは5000名以上の徴収を前に、ニコ連隊か、無課だという断固とした声明を発した。戦争になることを恐れたハッチンソンはニコ連隊を、ボストン港にある島の古い鳥で、キャッスルアイランドに移した。この連隊はそれ以後のイギリス議会では、サム・アダムズの連隊として知られることになった。1772年、判事の給与は、 植民地議会ではなく、イギリス政府によって支払われるという宣言がなされ、ボストンの人々がこの問題を再考するための特別議会の開催を求めたが、ハッチンソンが拒絶した。アダムズが通信委員会の仕組みを発案したのはこの時である。マサチューセッツの町々は委員会の通信網を通じて、イギリスの行動を記録した伝言を送り、 政治問題に関する相談をすることになった。この考え方は、技法的に、イギリスの法律に則っ,っていたが、事実上の植民地生態の形となった。この仕組みが13植民地でも採用され、大陸会議を生むことになった。アダムズは、1773年の茶法に対し12月16日の、ボストン茶会事件の組織化を助けた。茶法とは、 東インド会社に対し、その他の輸出業者であればかけられるはずの関税なしで、アメリカに輸出することを認める法であった。ボストン茶会事件の数ヶ月前、アダムズは茶税について、いかにそれが植民地の公益を破壊し、国家歳入を増やすかを警告する会場を執筆し、他の植民地に回していた。 以前の時とは異なり、植民地の茶法に対する反応は一つだった。通信委員会は共通の目的で戦う植民地をまとめるために大きな効果があった。自由の息子たちのメンバーが事態の解決を図る過程で音もなく加わるようになった。このグループには、アダムズや、ジョン・ハンコック、ジェームズ・オーティス、ジョン・アダムズ、パトリック・ヘンリー、ポール・リビア、 ジョセフ・ウォーレンなど著名な指導者がいた。彼らはイギリスの規則に反抗し、1770年代初期の多くの抗議行動や民衆暴動に責任を持っていた。アダムズは自由の息子たちのメンバーと家や集会所で会合を持ち、事態の解決に当たった。10月5日に開かれた会合でフィラデルフィアで紅茶の仲買人を辞めさせる決議を行ったことに対し、 賛成するかどうか投票を求めた。ボストン市民はその方法を支持することに賛成票を投じた。アダムズは他の町にも行って、茶法に対するボストンの反対案を支持するかどうかを尋ねた。アダムズは満場一致で賛成の答えを得た。11月28日、東インドの紅茶114箱を積んだ貨物船ダートマスが、 ボストン港に停泊していた。イギリスの方では、20日以内に積み荷を下ろし、代金を受け取ることとされていた。翌日アダムズは、ファニエルホールで、町民集会を開き決議を提案した。その決議は、紅茶は輸入関税を払うことなく、イギリスへ送り返されるべきということになった。決議は、満場一致で可決された。25名の男が指名されて、 紅茶の荷下ろしを妨げるべく船を監視することになった。紅茶の中外人には、トマス・ハッチンソンの息子二人が入っていたが、紅茶を送り返す権限はないと主張した。彼らは紅茶を倉庫に保管して販売できないようにして、おくと言った。新たな決議案、紅茶は、ボストンの倉庫に保管されるのではなく、イギリスに送り返されるべきということが、町民集会に提案され、 また満場一致で可決された。その後さらに2隻の貨物船エレノアとビーバーが紅茶を積んでボストン港に到着した。ハッチンソンはキャッスルアイランドに大砲を据えるよう命令を発し、港に停泊する3隻の船から紅茶を移動しようとするもの,の出現に備えた。12月16日、イギリス海軍の戦艦がボストン港に並び紅茶の貨物船の警戒に着いた。 アダムズはこの日に、もう一度集会を開催し、ボストン市民が取ることのできる大案を議論した。この時出された案は、非合法で、紅茶を廃棄するか、イギリスの植民地法に従うかというものだった。アダムズは、集会を進めていくうちに戦いを諦める方はないと思った。今夜、ボストン港をティーポットにという叫び声が起こり、これを聞いた者は、 それが秘密の指令であり、すべては秘密に蓄まれた作戦であることが分かった。80人の男たちが、モホーク族インディアンの紛争を押し、3隻の船に乗り込んだ。約3時間にわたって、男たちは342箱の紅茶を海に投げ込んだ。ボストン茶会事件の後の植民地の反応は、大陸会議の開催を急がせるものだった。 マサチューセッツ議会が1774年6月17日にセーラムで開催された時、アダムズはドアに鍵をかけて大陸会議に送る植民地代表団の結成を促した。応答派の議員は病気を口実に会議を抜け出し、すぐに議会を解散する令状を発した知事のところに行った。しかし、この議員が議場に戻ってみるとドアに鍵がかかっていて入れず、 何をすることもできなかった。アダムズは耐えがたき処方に対して起訴され、9月に採択されたサフォーク決議の提案者の一人となった。アメリカ独立宣言案を大陸会議に提出する場面、左側に座っている第一列の足を組んでいる者の,の右隣が、アダムズ1774年9月、フィラデルフィアで開催された第一次大陸会議の 植民地代表の一人にアダムズが選ばれた。会議の席でアダムズは独立を主張する最初で、しかも最も声の大きなものの一人となった。アダムズは第二次大陸会議でもマサチューセッツ代表となり、1775年5月から1781年まで会議かつ戦争委員会などの推進者となった。アダムズの経歴の中での頂点は、 1776年にアメリカ独立宣言に署名した時であった。この後アダムズは強い中央政府を警戒し連合規約に体現される文献意的政府の考えを発展させ採択させる主導者となった。アダムズは連合規約にも1777年に署名した。アダムズと見解を同じくした他の者のと同様に、 ジョージ・ワシントン将軍と大陸軍それ自体を疑いけ嫌いしていた。アダムズは軍隊には怠け者と臆病者、酔っぱらいの将軍ばかりだと言った。さらにアメリカの罪は軍隊を維持していることによって罰せられるとも言った。アダムズは1781年まで大陸会議で活動し、この年マサチューセッツ議会議員に選ばれた。アダムズは マサチューセッツ議会議長を1年間務めたほか、1788年まで議員であった。アメリカ合衆国憲法が起草された時、アダムズは強い中央政府に反対する一派、反連邦主義者とみなされていた。アダムズは連邦主義者が政府を弱くしてしまったと思っている、連合規約のもよりも中央政府の性格が良くなっていると考えた。アダムズは 政治的色彩から見れば、他の者のよりも、やや中道であった。アダムズの同年輩の者が、アダムズの見解に即して、最後の新京都とあだ名をつけた。1786年8月に、シェーズの反乱が始まった後で、アダムズは、ジェームズ・ボーディン知事が、反乱軍を沈めるために4000名の民兵を送る、判断を下したことに、知事を支持する表明を行った。 この反乱は高い税金や負債に起こった多くの性能を集めてダニエル・シェイが指導したものであった。武装した反乱者はマサチューセッツ中の債務者裁判所を閉鎖した。この反乱がアメリカ独立戦争の後で新国家が経験する問題を解決する試みであると信じていた多くの国家指導者たちが反乱の行方を見守った。マサチューセッツ議会議長のアダムズは 農夫の反乱に対する声明文を寄贈した。それに続く数ヶ月の間で、大陸会議はアダムズが、首相者の一人であった、連合規約を改定する考えを承認した。1787年5月25日から9月17日まで、開催されたフィラデルフィア会議では、連邦主義の考えに基盤を置く、アメリカ合衆国憲法が寄贈された。 憲法草案が批准を求めて各州に送られると、アダムズは、各州の尊厳という概念が失われるに違いないと、述べて、草案に反対する意思を表明した。330人の大議員の間で数ヶ月に及ぶ、議論が交わされて、草案を批准するかを決するときになると、アダムズは、権利焦点が追加されるという条件で、憲法を支持することに同意した。 憲法の批准はわずか16票という僅差で可決された。その後アダムズは健康を患い国家レベルではなく地方レベルの政治で小さな役割に徹しようと決めた。1年後、アダムズは最初のマサチューセッツ憲法を起草する会議のメンバーになった。1788年1月、アダムズの息子、サミュエル・アダムズ・ジュニアが死去した。サミュエル・アダムズ・ジュニアは アダムズやまたいとこのジョニー・アダムズの仲間の愛国者であり、友人でもあったジョセフ・ウォーレン博士の下で医学を学んだ。ジョージ・ワシントン将軍の軍隊で、下界として入る予定もあった。息子の死は年老いたアダムズにとって、衝撃となった。アダムズは、アメリカ合衆国議会第一回選挙で会員に、立候補したが、連邦党のフィッシャー・エームズに敗れた。しかし、 1789年にマサチューセッツの副知事には選ばれ、1793年10月8日、ジョン・ハンコックが死ぬと知事代行となった。一つの物議がアダムズの注意を引きつけた。それはボストンで公衆劇が許されるかというものだった。1790年、議会はボストンの劇場に公演を禁ずる法を発した。その後数年間ボストン市民は、 法の撤廃を求め続けていたが、アダムズは、古い体制の市民と行動を共にし、撤廃に反対して、ファニエルホールでの論争でも戦った。結局法は撤廃された。劇場が開かれると、ハンコック知事は俳優たちの一体を舞台で逮捕させた。最終的に事態は、議会で解決され、ボストンでの講演が認められた。1794年アダムズは、 ウィリアム・クッシングと争った知事選で3分の2近くの得票率で勝ち、州知事となった。アダムズの就任演説では、州政府で受動的な立場を取り、州議会の決議に従うとした。翌年、アダムズは6月24日に連邦議会上院で3分の2以上で可決された J 条約に反対する批評を書いた。J 条約とは、 アメリカ独立戦争の後も引きずっていた多くの問題に解決を図るものであり合衆国領土にある取からイギリス軍を撤退させることイギリス軍が戦争中に捕獲したアメリカの船に対して保証を要求することが含まれていたさらにこの条約ではイギリスとの貿易において最恵国待遇を与えることを謳っていたこのことはフランスを支持するアダムズや トマス・ジェファーソンのようなものと折り合いの難しい問題であった。アダムズのこの問題に関する断固たる態度は連邦党とも相入れないものであったが、ジェファーソンやジェームズ・マディソンのような共和派には受けが良かった。同じ年にアダムズは連邦党の追い落とし努力にもかかわらず圧倒的多数で知事に再選された。1796年、アダムズは アメリカ合衆国大統領選挙に打って出たが、15人の選挙人を獲得しただけで5位に終わった。アダムズは知事を1797年まで務め、その後引退してボストンの家に戻った。老年に入ったアダムズは、脳性麻痺あるいはパーキンソン病に似た症状を患い、署名が必要な時は、娘のハンナが代行した。 アダムズは1803年10月2日81歳で死んだ。亡骸はボストンのグラナリー墓地に葬られた。アダムズはアメリカ合衆国の歴史の中でも議論の多い存在である。2006年に出版されたアダムズの伝記、サミュエル・アダムズ。アメリカ独立戦争の父では歴史家のマーク・パルスがアダムズを表して、 独立戦争前の政治的宣言の名ある指導者、トマス・ジェファーソンによって自由の父と言われ、当時の仲間からはアメリカ独立戦争の父と言われたと記している。アダムズの死後、またいとこのジョン・アダムズは次のように述べた。サミュエル・アダムズは、またいとこのジョン・アダムズにボストン新聞を書かせることで政治の世界に引き込んだ。 ジョン・アダムズはその日記の中で、サミュエル・アダムズのことを、やりたいことについては、いつも人当たりが良くて、かつ慎重であったが、決まったことについては、かっことして、厳格で、曲げなかった。と記した。アダムズは13植民地を連帯させるために必要な、地道な仕事をやり続けた。独立戦争前、愛国的アダムズは指導者として、また戦略的かつ影響力のある。 政治記者として浮上してきた。1764年からアダムズは仲間の植民知人を説得してジョージ3世に対する忠誠から離れイギリスの支配に対して立ち上がるために奮闘した。アダムズはイギリス議会がアメリカに対して法的な権利を持っていないと主張した最初のものであった。アダムズは 革命の目的と概念を伝えるために報道機関を使うという戦略では先駆者であった。歴史家で政治家のジョージ・バンクロフトの記念的著作となったアメリカ大陸の発見から始まるアメリカ合衆国の歴史の中でバンクロフトは戦争に至る童貞の中でアダムズほど民衆の心に影響を与えた者はいないと述べている。アメリカの哲学者で 歴史家のジョン・フィスケは国の基盤を作ったという重要さでアダムズはジョージ・ワシントンに次ぐ存在だとした。さらに多くの電気作者や歴史家がアダムズはアメリカ合衆国が独立国家となった後は国家の政治に大きな役割を果たさなかったとして見過ごしてきた。アダムズの指導者としての記録を精査するとアダムズを否定的に見ることになってきた。 著述からアルフ・ブイ・ハーローの1923年に、表した伝記、サミュエル・アダムズアメリカ独立戦争の推進者、心理学と政治に関する研究では、アダムズを、アメリカ独立運動の熱狂者であり、不況者であると言っている。ジョン・ C ・ミラーの1936年の伝記、サミュエル・アダムズ、情報宣伝の先駆者でも、同じような見解が述べられている。 より新しい作品では、ラッセル・カークの著書、アメリカ秩序の根源ではアダムズが、独立運動を通じて、自身の政治的待望を果たした、情報宣伝家とし、生まれついての民主宣導家とした。歴史家、ポーリー・ン・マイヤーは、1980年の電気古き革命家、サミュエル・アダムズの時代の政治的生活の中で、アダムズは、偉大な宣導家でも、 革命の首相者でもなく、まして群衆の指導者でもなかったという議論を投げかけた。マイヤーは、ケニーに対する抵抗で、厳しい拘束を課された、イギリスの伝統的な革命にしっかりと基盤を置く、重要的な立場をアダムズが取ったと言っている。この考え方は、憲法で保障される権利への脅威に対する時のみ、力を強く正当化するので、 民衆の総体が危険を認識し、結局改革のための平和的な手段が失敗してきたとした。伝統的な革命の範疇では、抵抗は基本的に保守的なものであり、アダムズが1748年に愛国者の中精神の真の目的として、良い憲法とは圧制や無法をすべて求断するものと述べたことを守ることが意図されていた。アダムズが それ以前のイギリスの著述家のように、法に反する力を追求する役人を攻撃したのは、先導でも犯行でもないのだとしている。ワシントン DC にあるアメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションには、マサチューセッツ州を代表するものとして、アダムズの大理石像が置かれている。地元出身のアダムズにちなんで、 ボストンビール社が1985年にサミュエル・アダムズと命名したチュビールを発売し、後に全米にまで販売が拡大された。現在に残るアダムズの痕跡の一つである。アダムズの生涯に関する注目に値する作品の多くは19世紀後半から20世紀初めにかけてのものである。近世の伝記に盛り込まれた情報の多くはこれら初期の。 作品から取られたものである。ありがとうございます。